こんにちは、ともこ先生とあいさ先生です。体質別アイルベーダーカラーセラピー、自分に合った自分を整える色。今日はアイルベーダーの体質別カラーセラピーについてお話ししていきます。アイルベーダーと色って思うかもしれませんね。古来より人々は色が人間に与える効果、治癒効果などに気づき用いてきました。アイルベーダー的にも色の性質、エネルギーが人間の持つ生命エネルギー、ドーシャに影響を与えると考えられます。体質、体調に合う色はエネルギーバランスを整え、体質、体調に合わない色はエネルギーバランスを乱すということですね。その結果、心や体に変化が現れ、健康に役立てるということですね。例えば、鮮やかな赤色は温かさや活力を与えてくれる色です。カパの乱れで憂鬱さや体の冷えを感じるとき、刺激を与え変化をもたらしてくれます。しかし、ピッタとバータの両方を乱す可能性があります。自分の体質を知り、色の性質やエネルギーをうまく取り入れ、より良い生活を手に入れましょう。アーユルヴェーダーの体質チェックがまだの方は概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてくださいね。では、色の性質と作用についてです。一般に明るい色は刺激となり、活力を増加させます。ただし、明るい色合いが多すぎると、疲労や炎症を引き起こすことになります。逆に暗い色は冷却効果があり、重い性質があります。では、まず赤色です。活力、エネルギーが湧いてきたり、血液に関係し赤血球を増やす、熱を起こし温めたり、肌のツヤを良くする作用があります。カパの乱れを整えますが、過剰に用いるとピッタを乱します。またこれは全ての色に当てはまりますが、赤といってもいろいろあって、例えば鮮やかな赤はバータを乱し、彩度の低い温かみのある赤はバータの冷えには効果的です。ちなみに赤はチャクラでいうと第一チャクラと対応していて、生きる、地に足をつける力を育んでくれます。次にオレンジ色です。気分を明るくする、暖かさを感じる、生殖器官の強化、カパの乱れを整える、過剰に用いるとピッタを乱す。オレンジといってもいろいろあって、例えば鮮やかなオレンジはバータを乱し、彩度の低い温かみのあるオレンジはバータの冷えには効果的です。オレンジはチャクラでいうと第二チャクラと対応していて、忍耐力、感能性を高めます。次に黄色。喜びや幸福感を感じる色です。知性を刺激し、理解力を高める作用があります。カパの乱れを整えます。黄色といってもいろいろあって、例えば鮮やかな黄色はバータを乱し、彩度の低い温かみのある黄色はバータを整えます。ちなみに黄色はチャクラでいうと第三チャクラと対応していて、意志力、問題解決能力が高まります。次は緑色です。平和や調和を感じる、森の木々を思わせる緑は心を鎮め、感情を和らげます。過剰なカパのバランスを取り、悪化したピッタを鎮めます。緑といってもいろいろあって、例えば鮮やかな緑はバータを乱し、彩度の低い温かみのある緑はバータを落ち着かせてくれます。ちなみに緑色はチャクラでいうと第4チャクラと対応していて、愛情深く心がオープンになります。次は青色です。鎮静させる作用が強く、心や体を落ち着かせ冷やす作用があります。ピッタの乱れを整えますが、バータ、カパを乱します。ちなみに青色はチャクラでいうと第5チャクラと対応していて、コミュニケーション力が高まり、ネガティブな感情を溜め込まないようになります。藍色はチャクラでいうと第6チャクラと対応していて、直感力、サイキックな能力を高めます。次は紫色です。精神のバランスを整え、体を軽く鋭敏にさせてくれます。
カパとピッタの乱れを整えます。紫といってもいろいろあって、例えば鮮やかな紫はバータを生み出し、彩度の低い温かみのある紫はバータを整えます。ちなみに紫色はチャクラでいうと第7チャクラと対応していて、高次元のハイヤーセルフとつながりやすくします。次は体質別の色の取り入れ方を解説します。まずバータ、風のエネルギーが強いタイプです。ポイントは温かさ、落ち着き、彩度の低さです。暖かく落ち着いた色合い、黄色、オレンジ、緑、濃い紫、アースカラー、暖色系がおすすめです。ビビッドな色合いなどは避けましょう。バータが増える秋冬はバータにおすすめの色を取り入れるといいでしょう。次はピッタ、火のエネルギーが強いタイプです。ポイントは冷やす、刺激を減らすです。涼しく柔らかな色、白、青、緑、パステルや寒色系がおすすめです。明るい色、赤や暗い色、黒は避けましょう。ピッタが増える夏はピッタにおすすめの色を取り入れるといいでしょう。次にカパ、水のエネルギーが強いタイプです。ポイントは暖かさ、刺激、彩度が高いです。ビビッドな色合い、女性はマゼンタピンクがおすすめ。金色、赤、オレンジ、黄色などの暖色系、刺激的な色合いがおすすめです。白、青、ダークカラーなどの落ち着いた色は避けましょう。カパが増える春はカパにおすすめの色を取り入れるといいでしょう。取り入れ方ですが、お部屋のインテリアだったり洋服、小物、簡単なのはお部屋に飾るお花がおすすめです。アーユルヴェーダの体質別カラーセラピーはいかがだったでしょうか。自分の体質を知り、自分に合った自分を整えてくれる色を賢く生活に取り入れてみましょう。この動画はここまでです。私たちはこれからも心と体のセルフケアや皆様の健康に役立つ情報を発信していきます。この動画いいねと思ってくださったら高評価を、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。